それでは私の今日のハッピーポイントをお話しさせていただきます。朝6時35分ごろ通勤していたんですが、その際に少し雨がぱらついてきて、お外は晴れていたんですが、ふと上を見上げると虹が出ていました。皆さんお気づきでありましたか？それを見た瞬間、私はラッキーと思ったので、今日一日頑張れると思いました。はい、お外遊びとか、園の活動の時にはすごいプールの歓声、楽しい歓声とかキャーっていう声がすごい聞こえてきたので、私もその元気をもらって過ごしていました。はい、で帰りのバスではアンパンマンの手遊びを年少さんの男の子としていたんですが、その際にバイキンマンをやっつけろアンパンチっていうところがあるんですが、そこでその男の子がバイバイキーンって言ってくれたのがすごい可愛くて、私もとても笑ってしまいました。はい、これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。